まあ、こんなところで言うのもあれなんですけど、最近非常にセリフがもうあのすぐパッと忘れちゃうんです。覚えにくいって言うとあれですけど。興味ありますか僕の。後ろの候補のカメラに向かってよろしくお願いします。ふうかちゃんにちょっと聞きたい、セリフをね、まあ、こんなところで言うのもあれなんですけど、最近非常にセリフがもうあのすぐパッと忘れちゃうんです。こんなところで言うことじゃないですよ。本当にこんな、ね、なんかこうこの物語のセリフってちょっとこう覚えにくいって言うとあれですけど、ごめんなさい、個性的な。うまく言えないんですけど、まあ、セリフがあの非常にあのなんでしょうね、個性があるんですよね。で、まあ、特にグルス君は本当にセリフがすごくて、あのセリフを覚える時、もうものすごいセリフをこう覚えていらっしゃるじゃない。あのバッチリですよね。忙しいし、うん、でも完璧にしているから、こんな忙しいのにどうやってるのかなって、あ、もう全然自分の悩みじゃないですけど質問したいなと思ってました。聞きたいですよね。確かにみんなのセリフの覚え方とか。もう私はもう本当にノーマルで、あ、でも口に出して何回も読むですね。で、覚えるだけじゃなくて口を回るようにするっていうのと、うん、自分の声を耳に入れながら覚えていくっていう感じですね。録音したりする？録音しないです、で自分します？録音。興味ありますか僕のセリフ。いやいや、あれのセリフ量を録音してないんですか、はい、すごい、はい、よう覚えれますね。私読んで覚えるタイプですね。そんなに録音に絶大な信頼あるんですか。いやいや、分かんない、イメージですけど大体そうするもんなんかなと思って。いや、分かんないです、僕がどうこうじゃなくて。どうなんですか、録音する人っていんの。書いたりとかはね、なんか聞きますけどね、なんかノートに書いたりとかは。人のセリフ録音して流しながらやる人いらっしゃいますよね。あ、なるほどね。そう、私は声に出して読むタイプです。読んで、もうひたすら、はい、ひたすらで、もう忘れても口が勝手に動くぐらい練習したりする時もあります。難しいセリフの時は。確かに確かに、はい。すごく人の、 あのセリフ覚えに興味を示している成田さんはどうやって、はい、ちなみにどうやってらっしゃるんですか。はあ、本当気合でしかないですよね。気合セリフってね、本当になんかもうひたすら読んで、まあなんか自分とこじゃないとなんか一冊読むみたいなことを何回もすると流れでって言うんですけど、今回はそれじゃできないので、ちょっと独特な言い回しだったりとか難しいセリフだったり、人の名前がやっぱいっぱい出てきたりとかたくさんするんで、もうね、洗い物しながらとか洗濯しながらとか何かしながら、こう自分なんか頭だけじゃなく覚えるみたいな感じですかね。なんかもう全身で、全身で覚えるとか言っててめっちゃ間違いますけどね。でもこれぐらいチームワークが良かったらね、はい、間違えても支え合っていけそうな、はい。石田さんどうですか、参考になりなった意見ありましたかね。一つあの、はい、あの私も頑張って覚えます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。